そうね、これは乗っときましょうよ。そうすれば次回雨なんか乗んないとかね、そういうんだったら、まあ、そうそう錆びないのかなと思うんですけど、ね、錆びてくると思うんですから、そしたら抜けないとかね、まあ錆びていいことないですもんね、ベアリングとかもね。ベアリングのあの本体の部分はそうそうね錆びないと思いますが、でまた錆が侵入しないと思いますけどね。閉まってたんだよな。すんなんかおやかで。おお。なんかな。こんなもんでしょう。リアはちょっとね、あれなんですけどね、うん、OK ですね。そしたら、やっとエンジンオイル、次はエンジンオイルでございます。ちょっと温めます、エンジン BWiz、はい、エンジンオイル買いましたんで、はい、でちょっと今一回りしてきました、はい、でちょっとギアオイルの交換をねやろうと思ってと走ればね柔らかくなるじゃないですか。でもヤマハさんも柔らかいの入ってますか、ね、どうなんですか、この辺なのやりづれえな。ここから入れるのかな、上から入れて下から出すっていう、ね、どれぐらいなんですかね量はね、書いてない、 130cc大丈夫な、ちょっと抜きますよ、長いよこれ音、よっ、あー出てきた、あ、ヤマハさんのオイルですね、きれい、ヤマハさんのオイルですね、当たり前でヤマハ、ヤマハじゃなかったらどうするんだ、ボルト長い、長い1回ぐらい交換されてますかね、どうなんですか、まあ、としてはですね、とりあえずね、やって、うん、ね、パフォーマンスじゃないですか、誤解を招く。そこだけ見た人が聞いたらね、とんでもねえ店だな、そういう、とにかくそういう方にあまり来てほしくなってくれて、やばいじゃないですか、ふざけんなよって、あ、すいません、すいません、まあ、いろいろあります、危ないですけどね、あれ、もう終わったの、もう抜けたの、ヤマハさんはこれかな、これ山挟んで、これ山挟んで、で最近ヤマハのオイルをね、あのギアオイルをちょっと使ってるんですけど、なぜかというといっぱいあるから、ちょっと使わないと、ね、はい、なくならないよこれ、ヤマハのギアオイルいっぱい買っちゃったから、はい、1回で邪魔だね GP、 何個人取ってるのこれ、邪魔だよ。どうして最初あれに入れたんですけど、 TS とかねダメ柔らかすぎてギアの入りが渋くなっちゃう、やっぱ今あくまでもこれはね、ヤマハさんのやつなんですよ、鈴木さんとかにはちょっと合わない、特に古いオートバイのミッションオイルにはね、 10W30 相当なんじゃないですかね、違うかな、
ただやっぱゲアオイルっぽい匂いはするんですよ。独特なあのなんか入ってるじゃないですか。多分そういうのが入ってると思うんですけどね。だから GL なんとかとかそういうの書いてないんですよね、これね。どういう。モーターサイクルのミッションギア潤滑専用に開発された高品質オイルです。そう歌ってます。極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性に優れ、ベアリングの腐食や摩耗を防ぐ泡立ち性が極めて少ない特性を持っています。そう、ミッションギアの性能を維持するためには定期的なオイル交換が必要です。オイル交換の際は必ずオイルジョッキ等をご使用くださいね。泡立ち性がどうなの。もう入れちゃったからあんま泡立たないんですか。よし、やりますよ。もういいかな、ね、何も出てこないからもういい。ゲアオイルはね、交換しなくていいっていう定説がありますから、スクーターのね、うん、そう結構ね、ギアオイル交換しないよってね、あのバイク屋さんでもしないなって、特に原付はって 50cc とかやらなくていいらしい、ね、いいですよね。なんて便利なんだ、お金かかんなくていいじゃないですか。買えなくていいんだから。買えなくていいわけじゃないのか、単に買えないだけなの。で、130cc だそうですから、今300入ってるんで200のこの辺までね入れれば OK ですね。まだ100入ってない。入れやすいこれ。お、ヤマハ入れやすいぞ。いいぞ、いいじゃないか、ヤマハさん。いいとこにこのあれがついてる。こういうのは、ね、交換が持てますね。整備しやすいね。ヤマハだからなのか。でもこれ台湾だからな。台湾ヤマハだからね。日本のヤマハが作ってるわけじゃないから。また違いますね。だいぶ入ってるね。こんなもんですかね。これあれだ、ウェーブスライチまでは入れないタイプ。だって上向いてるもん。スライチまで入れないタイプ。規定量入れたら終わり。よし、ミッションオイル交換しましたよ。どうですか。距離走っちゃないからね。あんまね、なんかね、いろいろやることはそんなにないですよね。でもせっかくだからいろいろ見たくなりますよね。それが人というものです、ね、エアクリーナーとか見てみたいですよね。1000キロ走ってる、1600キロぐらいかな。どれぐらい汚れてるのかなとかね。でも走ってる場所によって違いますからね。必ずしもね、距離で決まるわけじゃない。いいな、好感が持てるぞ。何がいいって参加者なの、もしかして。この奥のがいつもネジ止めらんないの。お前すげえ、エアクリーナーの人が参加者しか止まってない。これは楽だわ。これはポイント高いですね。あ、面白いのがついてる。カートリッジだ。スクーターとはしては変わってるな。ちょっとだけ汚れてる。こんだけだ。お、綺麗。面白いですね。あれ、今私電話いただきました。何の話だ。ちょっと汚れてるから。埃が溜まってる。これはエアクリーナーの清掃にはならないです。エアクリーナーボックスの清掃ですか。
面白いね。面白いね。ウレタンのついてるのに中はちゃんとほらありますよ。これどういう仕組みなんですかね。中も汚いから。これ簡単でいいわ。もうネジいっぱいついててね。しかもあのタッピングでね、硬くてね、抵抗あるじゃないですか、タッピングのやつって。それみんな外して、やっと外しました。もう9個に至ったらさらにまたエアクリーナーまで見せて終わってるのかよって、いいんですけどね。台湾ヤマハすごいな。こんな簡単な作りなのか。これはいい。ビービス専門店だろう。もう、しょういざになったらもういいや。並行輸入だ。現行型を台湾から輸入して。やってやれ。キミコのはダメ、できない。怒られちゃう。なんだろう、なんかクレームなんかいろいろ来そうです。嫌ですね、怖い。ヤマハのやっても別に何も言われないですよ。いいじゃないですかね。これいいですね。シグナスもこれですか。あれシグナスってこんなイメージなかったです。こんな簡単なんじゃなかったです。ここに固定されてるよ、当たり前だけど。まあ、1000キロで開ける必要ない、1600キロ。何でもかんでも開けりゃいいもんじゃないんでね。完成、とりあえずね、はい、オイル。見えない、見えないぐらいの量しか入ってないです。こんなんですね。まあそんなに汚れてないですね、はい、ギアオイルなんでね、TS の時はクラッチ入りますからね。クラッチは摩擦でねかなり減りますから、まあ、汚れても当然なのかな。黒くなってもしょうがないのかな。ミッションだけだったらそんなに黒くならないんじゃないかなと思ったりもしますが、いかがでしょうか。はい、ということでBWiz 120 2016年、もう SE6J だったかな。 SEA6J でしたっけ。なんか 最終型 8J っていう。何が変わったんですかね。微妙にちょっと違うらしいですけど、ね、あの 形式が違うから気持ち違うんでしょうけどね。ほぼ終了でございます。完了、はい、あとはちょっと点検表に乗っ取ってもう一回ちょっと見て、はい、ということでございます。ということでお付き合いいただいた皆様誠にありがとうございました。私はお昼にします。